それ。わめきなさい。やっ。早く。結束せよ。やっ。わめきなさい。それ、ふっ、やっ、よっ、ふっ、はっ、目には目を。それ、それ、はっ。大体役に立ちそうね。郊外にあるとっておきの湖畔、そよ風と緑の前には心まで爽やかになる。
悪竜はここへ降り立ち一休みすることにした。貴様、騒がしい奴のせいで大して商売しないうちに店じまいだ。遠くの城は木に止まる小鳥のようじゃな。小人は晩餐を用意してくれたじゃろうか。ついてない。悪竜を追いかけなきゃなのに、わけのわからんやつの相手をする暇はないんだ。それ悪竜はここへ降り立ち一休みすることにした。貴様、騒がしい奴のせいで大して商売しないうちに店じまいだ。遠くの城は木に止まる小鳥のようじゃな。小人は晩餐を用意してくれたじゃろうか。遠くの城は木に止まる小鳥のようじゃな。小人は晩餐を用意してくれたじゃろうか。真昼の地面は暑すぎる。日陰に移った方が良さそうじゃの。美食のためにはるばるやってきたが、用事を言いつけたら腹が減ってしまったわい。もし奴が応じなければ堪忍袋の尾も切れてしまうやもしれんな。こうして木陰で休んでいると、向こうから商人のような男が慌ただしくやってきた。貴様、騒がしい奴のせいで大して商売しないうちに店じまいだ。貴様、騒がしい奴のせいで大して商売しないうちに店じまいだ。行商人とはいえ長い道のりを生きてきたんだ。なのにあれがこの国のおもてなしってわけか。あの大声のやつとんでもないぜ。長年商売をやってきてあんな理不尽な買い手は初めて見た。値段が高けりゃ涙ながらにたかられた。値段を安くすりゃ商品の品質が悪いときた。どこかの目利きかと思って値切ってやったが、結局もてあそばれただけじゃないか。物を買う気なんか最初からなくて、買い物って挑戦にただ負けたくなかったんだ。商人が毒づいていると、またご立腹の人がやってきた。ついてない。悪竜を追いかけなきゃなのに、わけのわからんやつの相手をする暇はないんだ。冒険者として悪竜を放っておけない。あいつ、思い出しただけで腹が立つ。やつの肩書きを知らないと言ったら大きな過ちかのようにしつこく言ってきて、その上悪竜を追っても無駄だ、勝ちたいだけか、なんて言って僕を侮辱したんだ。悪竜出てこい。無意味な抵抗はやめろ。この声、やつだ。きっとやつだ。大体役に立ちそうね。騒がしい小人じゃ。姿も見んうちに気分を害されるとはの。猛暑にも負けぬ勢いで悪竜を追いかけてきたのは武勇に名高き英傑であった。
猛暑にも負けぬ勢いで悪竜を追いかけてきたのは武勇に名高き英傑であった。猛暑にも負けぬ勢いで悪竜を追いかけてきたのは武勇に名高き英傑であった。平和な寝室にはとうに会いた。いつになれば最前線で共に戦えるの？おや、芝居を捨てるのか。でも私は関係ない。急いで帰らないと。恐れなどないようで羨ましい。私にも勇気を示せる機会があれば。俺は随分有名みたいだ。悪竜でさえひるんで魂が抜けたらしい。俺は随分有名みたいだ。悪竜でさえひるんで魂が抜けたらしい。小人のくせに大口を叩きおる。前例も放っておけんの。やっと現れたな、悪竜。探す手間が省けたぜ。意気揚々じゃが、何時の夢はいかなるものか垣間見てやろう。悪竜、なぜ黙る？ああ、さては、俺の夢が偉大すぎて飲み込めないんだな。名高き英傑と悪竜が対峙していると心配した姫様一行がようやくたどり着いた。無名の侍従も戦場に目を光らせ、英傑の言葉に闘志をかきたてられていた。恐れなどないようで羨ましい。私にも勇気を示せる機会があれば。おい、悪竜、話すのも怖いのか。この後に及んでおじけづいたか。この夢は大きく見えるが空虚じゃ。心配せずとも悪、前流であるわしは食すかどうか迷っておるだけじゃ。口さがないやつめ。敵に回っただけでよくも俺をけなしてくれたな。尊敬できる相手だと思っていたのに、こんなに陰険な策に出るとは。英傑である俺は決してお前の感知に屈しない。悪竜よ、恥を知れ。彼の熱弁に姫も今まで押し殺してきた心の炎を抑えられなくなった。平和な寝室にはとうに会いた。いつになれば最前線で共に戦えるの？反論が面倒だっただけじゃが、前流たるわしは追い詰められんとしている。前菜を食べ過ぎると食欲が減るが、こだわらずとも良いじゃろう。そう言って悪竜は英傑の夢を丸呑みにし、皆を驚愕させた。思った通り、サクサクとして食感だけは最高じゃ。英傑があっさり倒されるなんて、彼は本物でなくただ演説に秀でたものだったのね。名声に見合う実力を持っていなかったようです。虚勢を張ればいずれ新参をなめる。悪竜の腹は満たされず、一行はただ彼の飛び去っていく姿を見送った。
ってあるの？賓客よ、お待ちよ。これまで4幕をご覧になったでしょう。楽しんでもらえたかな。注目の舞台がついに幕を開ける。ああ、ドキドキワクワクが止まらないな。舞台裏でまだ仕事があるので同行できないことを許してくれたまえ。それじゃまた注目の舞台で会おう。西に太陽が沈み、東に幻月が昇ろうとしている。期限が迫る中、私はまだ旅の目的を成し終えていない。名高き勇者たちはついに現状を変えることはできなかった。出発前、私は自ら悪竜を討伐すると誓った。なのに今になってこの誓いが人に笑われないか心配している。姫様が役目に悩んでおられる。忠実な侍従として悩みを分かち合わねば。私は肩書きすらありません。王宮にいられたのは姫様の重用のおかげです。勇者についてはともかく、姫様のお人柄や勤勉さはよく存じ上げています。姫様、どうかご自分を軽蔑しないでください。これを機に勇者たちの過ちを考えましょう。その言葉、一理あるわ。彼らの言動を思い出してみましょう。中身のない身の程知らず、口ばかりで結果も出せなかったもの、姫は思い出した。中身のない身の程知らず、口ばかりで結果も出せなかったもの、姫は思い出した。保身のために役目を他人に投げ、逃げることしか考えてなかった。歴戦の収穫は俺が本物だと証明してくれる。実力差の大きい奴と戦いたくなかっただけだ。俺は英傑を自称していたが、実はただの身の程知らずで、それを見抜かれた。俺は英傑を自称していたが、実はただの身の程知らずで、それを見抜かれた。強敵に対峙できる実力などない。だが脆い苔も捨てがたかった。口が悪い。ただ他人に舐められるのを怖がっていただけだ。悪竜の言う通り、英傑の夢は見かけ倒しだったわ。度胸はあったけれど、見合う実力を持たなかった。万全の策があると誓っておきながら、戦いで逃げ出したのは誰か、姫は思い出した。保身のために役目を他人に投げ、逃げることしか考えてなかった。保身のために役目を他人に投げ、逃げることしか考えてなかった。妙策が思いつくと思ったが、どうやったら逃げられるかしか考えられなかった。危機を乗り越えてきた。毎回恥知らずにも仲間を見捨ててきたことを皆知らなかっただけだ。策士の彼に策は一つもなかったわ。
危機を前に責任を全うできなかった。慎重さは大切だけど、責務を放棄し危ない橋は他人に渡らせるなんて言葉にできないわ。大口は叩くが、現実を恐れ過去の栄光を披露するばかりであったのは誰か、姫は思い出した。歴戦の収穫は俺が本物だと証明してくれる。実力差の大きいやつと戦いたくなかっただけだ。歴戦の収穫は俺が本物だと証明してくれる。実力差の大きいやつと戦いたくなかっただけだ。リスクを避けて利を取るのは本能だろう。もう功績を挙げたし、国に命を捧げる理由なんかない。彼の経歴が本物かどうかはさておき、過去の栄光にすがるのは褒められないわ。彼の精神はとうに腐り、気高さと夢を忘れてしまった。さらに彼はその暴出さえも誇った。ああ、彼らは使命を果たせなかったかもしれないけど、私こそ決心とこの再建のみでどうやって悪流に立ち向かうというのでしょう。私は姫様のおそばにいた傍観者に過ぎませんが、高みの見物を決め込む志だけのお方ではない。仲間を危機にさらす薄情者でもありません。姫様の前向きさと勤勉さ、そして黄金の夢は私にもはっきり見えます。私の尊い姫を、どうかご自分を軽蔑なさらないで、自分を、自分の夢を信じましょう。あなたならきっと悪流を打ち倒せます。新たな発見ね。約束の時間はもうすぐだ。悪流は待ちきれず我流となり果てていた。昼間に間食をたくさんしたが、生産の代わりにはならぬ。昼間に間食をたくさんしたが、生産の代わりにはならぬ。おやつはあくまでもおやつ。味が違おうとも腹をひととき満たせるに過ぎん。それにうまいとも言えんかった。むしろ吐くくらいのもんじゃ。もう黄金の夢しかわしを満たすことはできんじゃろう。侍従は悪流を観察するためそっと近づいた。敬愛するお方のためなら恐れることなどない。今心は勇気に満ちあふれ、誇りを持って再建を振り上げられるわ。これは王様との約束のためだけじゃない。これは王様との約束のためだけじゃない。ただ彼女の夢が叶うことを祈っているから。今の状況では難しいかもしれないが、あれ、悪流の様子がおかしい。胸を塞いで何かをつぶやいている。どれどれ。食欲に抗うべきじゃった。それに小人を侮りすぎた。胃の中が狂ったようにもたれて、小人に構う余裕などありません。忠実な侍従は大喜びでその情報を姫に伝えた。今心は勇気に満ちあふれ、誇りを持って再建を振り上げられるわ。胸元です。硬い皮のない唯一の弱点があります。この機を逃さず弱った今こそ撃つべきです。悪流よ、王国の平和のため、あ
なたに挑戦を挑む。はっ、卑怯な小人め。こうして姫様の渾身の一撃は悪竜を打った。気高さと夢を諦めない限り世界の扉は開いてくれる。忠実な侍従よ、今までついてきてくれてありがとう。あなたは決して無名の人ではないわ。最近の流行に合わせこのような称号がふさわしいでしょう。絶望も砕け散る漆黒の翼、聖なる裁きを下す侍従、無名の者はついに名を手に入れた。このように姫は自らの手で悪竜を退治し、王国の平和を守りきったのであった。めでたしめでたし。新たな発見ね。おお、劇が無事に終わった。劇を作り上げた役者たち、そして見てくれた観客の皆さん、ありがとう。もちろん旅人閣下とパイモン閣下にも感謝する。君たちの情熱に満ちた視線、まるで悪竜の灼熱の吐息だった。ああ、剣を持つ王女だ。まあそれは三勇者だって実は4人いるみたいな感じさ。とにかく重要なのは手に握る剣じゃない、心に握る勇気の剣だ。本題に戻るが、劇も無事終わったことだし、せっかくだから旅人とパイモン閣下に劇団のみんなと一緒に記念写真を撮ってもらいたいんだ。さあ断らないでくれよ。みんな準備できたか。3、2、1、よっしゃー。うわー、お前テンションが高すぎるぞ。写真になっちゃったけど大丈夫？大丈夫さ、記念用なんだから特別な方がいい。旅人閣下にパイモン閣下、改めて感謝するよ。ああ夏、素晴らしき夏、楽しい時間はいつもあっという間だ。終わらない演出のような日々であればいいのに。